こんにちは、心理カウンセラーの高森です。統合失調症って言われている症状は、思考にいろんな障害が出てくるということが知られています。その特徴をこのシリーズ動画ではいくつかお伝えしようと思います。その一つ目は思考途絶というのがあります。これは完全に思考がそこで止まってしまいますし、それ以降のところが消えてなくなってしまうという感じですね。ですからこの途絶の状態からしばらく待っていても、この続きが出てくるっていうことは決してなくて、ご本人もこう忘れてしまってるっていう感じですよね。もしこのような症状がご家族や友達に見受けられるようでしたら、一つの可能性としてもう統合失調症っていうこともあり得るっていうことを踏まえて、まずは医療機関につなげる、そういったアクションをしていただくのがいいかもしれませんね。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。